モモの打ち上げ V1 と呼んでいる機体の連続成功で確実に打ち上げられるというところが、まあ、大きく前進しました。世界が一つにつながるだとか、より見えるようになってくる、全てわかるようになってくる、それだけのポテンシャルのある宇宙っていうのを誰もが手が届くようにして、経済圏の一つにするっていうのはロケットがあればこそなので、徹底的に便利なロケットを作るということが大事だと思って、ゼロで実現したいと思っているところです。ありとあらゆる地上のオブジェクトをトラッキングできるようになり、多分見えてなかったような何かが見えてくると思うんですね。世界中にいるクジラをライブトラッキングできるとか、僕たちが想像もしなかったようなアプリケーションが生まれてくる。本当に真面目な用途にしか使われてないんで、フェーズが変わるでしょうと。数少ない成長も見込める投資家が投資したい分、日本の最後のチャンス、これ2020年代、2030年までしかもチャンスない。